はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校5年生の算数分数の割り算についてお送りします。と前回ね、分数の掛け算について覚えてもらったでしょ。で今回はその割り算ですね。で先に言っておきます、ここの割り算の動画はですね、学校の先生とやり方が大きく違うはずです。なので先に謝っておきます。違います、先生のやり方と。で一応教科書に載ってるやり方、きっとね学校の先生が教えてくれるやり方も説明はします。ただ俺がこういう風にやりなっていうポイントのやり方は多分違うのでね、もしなんだな、お子さんがね見ていただいてて違うなって子供が言ってたらすいません、親御さんの皆さん申し訳ないです。ただ自分は目的があってこのやり方を教えていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、問題は全部で11問です。できそうな子は動画止めてやってみてください。ね、じゃあ早速、俺流っておかしいけどね、まあ、説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ行こうか、ポイントからね。で、割り算。これ前は掛け算だったけどね、割り算に関しては、ポイントはただ一つです。割り算のすぐ後ろ。すぐ後ろを ひっくり返すだけって覚えてくださいね。これだけだと何言ってんだこいつはとね思うと思いますので、それはここで説明をします。いいかな。でまずこの3番と4番は学校で教わるであろうやり方で説明します。いいかな。でどうやるかっていうと、学校バージョンね、3番5分の6割る3でしょ。でこれを割る3をね、どう書こうかな、6割る3やればいいじゃんってきっと言われます。こうやってで5分の2でしょってきっとこうやって言われるんだよね。で例えば4番は次3割る6ができないじゃんかね。できない時はいくよ、7分の3ってこれにここに書いてある数字を両方上と下にかけます。で割る6を上だけにつけてねって、でこうやってやると42分の3なのかな、こういうふうにやります、学校はね。で約分するのがこの後にやるんですけど、私はこれでやりません。今ねこれ説明したので学校はこうやります、きっと。わかんないよ、先生によってだけどね。ちょっと消しちゃいます、俺流のやり方はこれじゃないので。シャ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 ね、ちょっと動画長くなっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとお付き合いください。で俺流のやり方はですね、前回とまず1個は同じです。この3って数字1分の3だよね。でどうするかっていうと、伸ばすじゃないですか、5分の6はいいんです、これはかけるかけるでね。でどうするかっていうと、割り算のすぐ後ろってこいつでしょ、これを1分の3を上と下をひっくり返します。だからここ3分の1になる、ひっくり返すから。であとは掛け算と同じように計算してください。いい？そうするとこれね、約分ができるから、トントン2と1かでやって5分の2ってこうやってくださいね。もしかしたら6割る3の方が簡単じゃんって思うかもしれないけどね、でもこっちがいいの俺は。でこの6もそう、1分の6でしょ、長い棒を書いて7分の3、ここ掛け算だからね、掛け算にしてその代わりひっくり返します。6分の1で約分して14分の1かな、こんな感じのが絶対早いって。しかも楽だしね、こっちの方が。いいかな、これで全部いくよ。4、これも1分の4なので、長い棒を書いて、15分の8、かけるかけるにして、割り算のすぐ後ろをひっくり返す。こうやってね。で、約分、2と1。だから、15分の2。みたいな感じ。いいかな。で前回の掛け算の時にさ、多分ここの問題だったかな、これ書くのめんどくさかったらいいよ、書かなくてもみたいなことを言ったの覚えてるかな。でもできれば書いてほしいですって話をした理由を今から言います。
それはね、これ1分の18でしょ。で、掛け算をこれを書かない癖、ここでやる癖がついた子っていうのは、割り算も同じようにここでやろうとします。で、そうするとですね、これを頭の中でひっくり返して約分をし始める。いい？確かに慣れてくれば結構当たるんだよ。それでもできる子はできる。でも計算ミスがすごく多くなります、割り算で。で、計算問題のテストで計算ミスは一番もったいないミスだよね。そんなミスはなくしてほしいので、できればこれはちゃんと書くね。11分の12はそのまんまで、かけるって書いて割り算だからひっくり返します、上と下をね。で、18分の1で、ちゃんとこれを書いて、で、約分して6で割ると2と3かな。で、あとは割れないから33分の2ってこうやってやってください。いいね。計算ミスをなくすために書きます。俺はそのために今でも書きます。結構いい？ぜひね、お願いします。じゃあこっち行くよ。これもね、もうずっと同じっす。いきます。1だね。で、長い棒を書いて9分の21かけるかける割り算だからひっくり返す。で、約分。ほう、こうだね。あ、まだあるんだね。これ、あ、これ、あれだ。いきます。ここで今約分したじゃんか。7でね、3と1。そしたら3と9、まだ約分できるんでしてください。1と3だね。大丈夫かな。で、やると3分の1か。こうなります。いいね。で、ここからはまた5年生の勉強じゃないです。ごめんね、6年生の勉強ちょっと先取りでやっちゃいます。でもやり方が同じなんで一緒に覚えちゃいな。これ普通の数字は1分の5ってことを知ってるもんね。で、ひっくり返すのは割り算の後ろなので、長い棒を書いて1分の5かけるかけるで割り算の後ろがひっくり返ります、上と下が。で、約分がこれないね。ないから2分の15と。こうなって正解。これも同じ。1分の12にして、で、長い棒を書く。1分の12かけるかけるでひっくり返すからこうなる。で、約分がこれはあるね。ここ、4で約分します。3と2。だから2分のサザン学と。こうなりますね。で、最後2問は分数同士にしました。5分の2割る2分の3。でも分数同士も関係ないよ。長い棒にして5分の2かけるかけるで割り算の後ろ、すぐ後ろをひっくり返す。いいかな。で、約分がないか。こうだね。で、 OK です。そして最後も同じ。長い棒を書く。12分の5かけるかけるで割り算の後ろをひっくり返すからこう。で、約分があるね、これは。こことここ5で割るから1と2。こことここ3で割るから1と4。で、横は約分できないからね。8分の1と。こうなります。いいかな。で、ちょっと最後におまけで1個言っていいかな。ここさ、すぐ後ろって書いたじゃん。これ別に後ろでもよく、いい感じがするっしょ。すぐなんて言葉いらないじゃんか。でもこれはすぐ後ろって覚えてください。その理由は、あの6年生でね、出てくるんですけど、掛け算割り算の計算で5分の6割る2分の5かける3みたいな感じで3つ計算がくっつく時があります。その時にすぐ後ろって言葉が大事なんです。いいかな。だからね、せっかくなんで覚えてください。割り算のすぐ後ろをひっくり返すだけ。いいかな。そんな感じでやればできますので、よろしくお願いします。そして最初にもね、言ったけども、学校の先生のやり方とね、大きく違うかもしれないし、もしかしたらだけども、学校の先生が教えてないやり方でこれでやってね、丸がもらえなかったなんてことをね、経験しちゃうかもしれないんですけども、でも俺はこのやり方がいいと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。それじゃあ、今回は、小学校5年生の算数、分数の割り算についてお送りしました。今回はね、見ていただいて本当にありがとうございました。
そして、掛け算割り算が終わったので文章だよね、ちょっと次の動画でやってみようと思いますんで、って思う子もいるかもしれませんが、よかったらそっちも見てみてください。それじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。